アルマン・ギオマン、イブリーの落葉81センチメートル X65 センチメートル、油彩、カンバス、オルセイ美術館、アルマン・ギオマン、バリュベール広場アルマン・ギオマンは、フランス印象派の画家、リトグラフ版画家、ギオマン、ギオマンとも表記される。本名は、ジャンバティスト・アルマン・ギオマンで、パリの生まれ、おじの経営するランジェリーショップで働きながら、夜に、 スケッチのレッスンに通った。フランス政府鉄道でも働いていた。1861年、アカデミーシュイスで勉強を始めるが、そこで修正の友となるポール・セザンヌ、カミリー・ユピサローと出会った。ギオマンがまだ何の名声も得ていなかった頃、彼らの作品にギオマンが与えた影響は意義深いものがある。セザンヌは、ギオマンの描いたセーヌ川の橋気の絵をもとに、 最初のエッチングを試みたのであった。1863年、ギオマンは落選店に出品し、後に友人となるフィンセント・ファン・ゴフホの弟テオがギオマンの絵を数点購入した。強烈な色彩で知られ、世界中の美術館がギオマンの絵を展示している。パリやクルーズ県、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール・ジー・県の地中海沿岸に近いアドレドレス・トレル周辺を、 描いた風景画で特にその名を残している。1927年、パリの真南にあるバルドマルヌケンオルリーで亡くなった。ありがとうございます。